歌詞。歌詞、歌詞、記号は、数種ある温度のうちの一つであり、ケルビンの1.8分の1である。真水の凝固点を32歌詞温度、沸騰点を212歌詞温度とし、その間を180等分して1歌詞度としたことに由来する。ドイツの物理学者、ガブリエル・ファーレンハイトが1724年に提唱した。歌詞度は、他の温度と同様。 どの単位が付けられ、他の温度による値特別するために、ファーレンハイトの頭文字を取ってと書き表される。三十二は日本語では、歌詞三十二度、英語では、三十二デグレスファーレンハイト、または、三十二 f と表現される。考案者のガブリエル・ファーレンハイトにちなむ、ファーレンハイト旅、歌詞度とも言う。歌詞の語源は、ファーレンハイトの中国音訳、カ・オサム・カイトク。 ファルンハイトから花人名につける設備字地で歌詞温度になった。セルシウス度、ディグリーセルシャスとセルシウス温度、セルシャステンパチャーが異なる概念であるのと同様に歌詞度、ディグリーファーレンハイトと歌詞温度、ホレニテンプリッチャーとは異なる概念である。すなわち、軽量単位例の別表第7交番さんが定義しているように歌詞度は 温度間隔を指し、可視温度は可視度で表される温度を指す。しかし一般にはこの違いは意識されず混同されることが多い。日本の軽量法では、ヤードポンド法の一つとして、例外的に限定した取引または証明、ヤードポンド法日本における使用制限を参照に用いる場合にあっては、当分の間、法定軽量単位とみなす。こととされている。 軽量法不足第5条、第2項。その軽量単位は、カシ度である。したがって、軽量法上は、ファーレンハイト度や、カシ度を使用することは禁止されている。詳細は、セルシウス同様法を参照。カシ度とカシ温度の定義は次の通りである。なお、セルシウス温度をカシ温度で表すと、 セルシウス温度の値の1.8倍に32を加えたものとなる。可視度の単位記号は、である、可視度による温度メモリでは、水の融点を 32, 沸点を212とする。水の氷点と沸点の間は180度に分割される。可視温度 F は、ケルビン K やセルシウス度 C と以下の関係にある。計量応法では、 一番上の式によって、ケルビンから、歌詞温度が定義されている。歌詞温度とセルシウス温度との間の変換において、おおよそ、歌詞61度摂氏16度、歌詞82度摂氏28度の関係、1の位、10の位の交換がある。これは、温帯における気温の範囲にあり、大雑把な変換の目安として、しばしば用いられる。 セルシウス温度にケルビンが対応するのと同様、絶対0度を例として、可視温度に相当するメモリを振ったランキングがある。ファーレンハイトがこの温度メモリを作った時の話には、いくつかの説がある。日本では1と2を合わせたものがよく知られているが、アメリカでは3、欧州では4が有名である。ファーレンハイトの計測は、完全に正確ではなかった。 彼が作ったオリジナルのメモリによって測った水の氷点、沸点は32度212度とは異なっていた。彼の死後、その値が32度212度となるように調整された。その結果、人の体温は96度ではなく98.6度となった。1960年代まで多くの英語圏の国で貸し度よび貸し温度は気候、産業、 医療における温度の基準となっていた。1960年代後半から1970年代にかけてメートル方への切り替えの一環としてセルシウス度およびセルシウス温度の導入が政府によって行われた。しかし切り替えのための努力にもかかわらず、現在でも一部の英語圏の国では非科学分野での温度計測に可視度が使用されている。アイザック・アシモフは 西欧の通常の気温が、下肢0度から下肢100度の範囲に収まるのに対し、セルシウス温度では特に異常がなくても気温がマイナスの数字になり得ることを指摘している。下肢度の支持者は、これは下肢度が利用者にとって親しみやすいからだと主張している。地球上の居住可能地域の大部分で、気温変化は0から100の範囲に収まる。また、 歌詞温度での人間の平熱が98.6度であることはよく知られていて、体温が歌詞温度で100度以上になると治療が必要とされるなど、歌詞度及び歌詞温度は生活感覚に直結した温度メモリあると主張している。別の例では歌詞度は人間の温度感覚に適合しているとも考えられる。例えば日本産の自動車エアコンの設定温度は、 日本仕様ではセルシウス温度で0.5刻みが多いが、同じ車種でもアメリカ仕様は1カシド刻みで少数を使わない。アメリカ合衆国、ジャマイカではメートル方への置き換えが生産者側、消費者側の両方で大きな抵抗にあっているため、カシドは様々な分野で広く使われ続けている。同様にイギリスの一部では低い温度はセルシウス温度で表されるが、 日常的に使われる温度はカシ温度で測定されている。カナダの天気予報や報道機関はすべてセルシウス度を使い、日常でもセルシウス度が使われているが、カナダのキッチンオーブンや一部のエアコンはカシ度で利用されることがある。これはアメリカ向けの家電製品を使う機会が多いため、カシ度が初期設定としてセットされているためである。最近はアナログ表示が減り、 デジタル表示の製品が増え、簡単に歌詞温度とセルシウス温度との切り替えが可能になっているため、歌詞温度のみを表示する製品は減少している。ニュージーランドやオーストラリアでは完全にセルシウス度およびセルシウス温度への移行が完了している。ユニコードの可視度の記号、文字様記号は既存の文字コードとの互換性のために用意されている互換文字である。 ユニコード標準では、カシ度の記号は、ドと大文字の F を組み合わせて、使用、検索の際は、これと一文字のを同一視することを推奨している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。